どうもマックス鈴木でございます。私は本日東京都ですね、飯田橋に来ております。はい、で本日お邪魔させていただくお店さんがこちらでございます。ズドン赤社長カレーさん。はい、なんとこちら横にございますね、アパホテルさんのカレー屋さんがございましてですね、ここ飯田橋にはなんと名称的にはこちらになります、飯田橋駅南店と。はい、こちらで私本日何をやるかと、こちらでございます、ズドン新登場アパホテルメジャーカレー。でなんとですね、こちら金沢カレーなんですけれども、デカ盛りチャレンジメニューが存在しますね。30分以内に完食した場合は完食認定証とアパオリジナルグッズプレゼントと、で2500円の税込みと、通常のものの約4倍サイズになってる。カレートルーは1キロ1キロ入ってみて、その他具材で 2.5 キロと。行きます。はい、というわけで諸々の準備が整いましたので今から始めたいと思うんですけれども、こちらがですね、今回チャレンジさせていただくカレーのチャレンジメニュー。総重量 2.5kg、 お米が 1kg、 ルーが 1kg の、その他トッピングで 500g の 2.5kg と。これを、通常ですとこの 2.5kg 30分以内なんですけれども、本日ちょっと僕やるということで特別にちょっとご協力いただいて、2皿を30分でできるのかできないのかっていう、そういうチャレンジになってますのでよろしくお願いします。ちなみに補足がございまして、このチャレンジ 2.5kg6名様チャレンジされてるみたいです。うち成功されたのは3名様なので、確率は 50% のチャレンジでございます。まあ正直ね、パッと見たところ通常の 2.5 よりは若干ライト目かなっていう印象は正直あります。ただね、はい、あ、ちなみに今日は水禁止ですので、こちらのゴゴティーの美味しい無糖、こちらがカレーの相性抜群と最高のフードペアリングをぜひという感じで、コラボされてるやつなんですけども、正直本当って思ってます。ただ今日はこれでいきますよ。店長さんすいません、はい、大変恐縮なんですが、はい、5秒目ぐらいからカウントダウンの合図をお願いしてもよろしいでしょうか。かしこまりました。お願いします。あ、いいです、もうこのまま僕言うんで、5秒前からお願いします。はい、行きます。はい、5秒前5、4、3、2、1スタートです。よいしょー、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ご協力ありがとうございます。よいしょー、いただきます。はい、頑張ってください。よし。さあ、そう、この先割れなんですよ。これ食べやすいな。スパイシーよりも甘みが勝ってる気がするね。僕はカレーと紅茶があるの絶対信じてませんから。めちゃくちゃ合うじゃんこれ。いや本当に合う、本当にめちゃめちゃ好きじゃん。これは食べやすいわ。ルーが意外とマイルド、甘めで好きなタイプ。僕もから揚げがめっちゃうまい。
くんない何か攻略分かっちゃうこのカレーの。ルーが意外とマイルドだから、ちょっと他の関西カレーだとちょっと違いますね。濃厚の中にもかなり風味テイストが強い。
ね、まずこれ圧倒的に食べやすいです、このルー。あのカーザーカレーって僕結構スパイシーなイメージあったんですけど、濃厚、質感はまあ結構濃厚めではあるんですが、かなりあの甘めというか、なんか他の金沢カレーにも増してフルーティーさが際立ってるかなっていう印象を受けまして、でその最初の一杯目でやっぱご飯とルーもガッて混ぜた方が食べやすいなと思って、で今やったら結構やっぱ案外食べやすかったので、多分これはね、ちゃんとこう多分最速は人にもよると思いますけど、僕は具を食べてなじませて米とルーをガーってある程度サクサクやって、でガッていくのが一番早いんじゃないかなと思うような、そんな、今回のヤバホテルさんのカレーを、2杯ですね、5キロ30分チャレンジなんとか成功しましたけど、これは多分、あと1皿2皿増やしても正直面白いのかなと思いました。まああと1皿だったら多分30分でいいと思う、設定時間だし、正直このこっちを食べてる時に、あ、3杯目やりたいなと思いました。なのでもしこの願いが叶えば、この2杯以上のやつで30分でチャレンジしたいなと思う。そんな本日はここ飯田橋のリオ、私マックス鈴木がお送りさせていただきました。ありがとうございました。ちなみにね、これ結構マジで合いました、本当に。あれですよ、まず リアル農村だけで普通に合います、これ。てか米に合うっすね、多分って思いました。以上です。じゃあ、これはもう1、2杯ぐらいやりたいですな。バイバイ。